本当に大事なことを忘れていると感じたのでシェアする。岡田です。今日は女にモテたいなぁと考えている人の 50% が忘れていることについて。先日、完全コンプリート救済措置という完全コンプリートに参加したけど、与えられた課題への実践がおろそかになり、私に連絡しづらい状況に陥った方々に、一人一人実際にお会いしてコンサルしていく場を設けたのだけど、その中の半分が本当に大事なことを忘れていると感じたのでシェアする。実際にお会いして話した内容に関しては別にどうでもいい。そんなものは直せる。会話の仕方が下手だとか、相槌が打てないとか、緊張してしまうだとか、滑舌が悪く話が聞きづらいとか、地蔵になって声がかけられないとか、そういった細かい部分に関しては一人一人抱えている原因を暴き出して、根本的な原因に対する最適な解決策を提案すればよい。あとは本人たちのやる気次第でいかようにもレベルアップする。問題はその後。結局その場では握手して本当にありがとうございましたと頭を下げても、メール一通よこさない。面談が終わった後なり翌日なり、昨日はありがとうございましたの一通もない。信じられないかもしれないけど、救済に来たメンバーの半分はそうなんだよね。もうその時点でお話にならないわけですよ。なぜなら女の子を口説くにしても、あるいは営業マンをやるにしても、人脈を作るにしても、相手への配慮、礼儀、思いやりはコミュニケーションの基本になるから。仮に救済行かなきゃよかった、怒られてばっかりだったよと思っていたとしても、男としてお疲れ様でした、お時間いただきありがとうございましたが伝えられるかどうかってのは、その人の魅力を考えた時にやって当たり前のことなんだよね。どんなに口でもモテたい、人気に物になりたい、バリバリ仕事ができる人間になりたいと望みばかり口にしても、肝心の器がそれでは叶いようがない。例えば会話においても、相手への配慮、常識、思いやりがあった上で S へのすり替え作業をするから意味があるわけで、そんなもんなしにいくらすり替えても、なんだこの勘違い野郎はと相手は感じる。営業マンだってそう。普段から配慮、常識、思いやりを持って接しているからこそ、時に顧客のために厳しいことを言えるわけ。そうじゃないと相手は話聞かないって。というわけで、今回その半分のメンバーの人間性を見て、やっぱりできない人はそれなりなんだなと感じた次第です。同時に私自身、父親レベルで教えていかなくてはダメだなと感じました。そういうものって親が教えることだからね。あるいは人生で出会った素晴らしい先輩、上司とか、今コミュニケーションで悩んでいる人のほとんどは、もしかしたらそういった本当に大事なことをチッたしてでも教えてくれる人と出会わなかったのかもしれない。本人たちが悪いわけじゃない。それまで出会わなかった環境が原因だから、この指摘を起点に今日から意識を変えてくれればと願うのであった。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。